今ピアソラが生きていたら勝手に想像してるんですけど僕が。としたらどういう音楽を書くんだろうどうやったらピアソラに近づけるかっていうのがやっぱり強くありますね弦楽器に関してはやっぱりスピード速さ。で和音もガンガン。 弾けたりするっていうのでやっぱり元の編成が五0層っていう金帝トって言われる、えー、とピアノバンドネオン、えー、とエレキギターバイオリン、えー、あとなんだコントラバスっていうすごい特殊な編成なのでやっぱりそういうものをできるだけこう忠実に再現したいっていうのがあってクラシックの作曲家になろうとしてたピアソラのその譜面を組んでこうできる限りこう。 なんだろう、弦で再現するっていうのが。強い僕、ぼ僕,僕としての意思としてありましたね。今回はレコーディングに使っていただいてますが。通常はまあスピーカーで再生する。まあ部屋として、視聴室として使っております。こういった円柱形状を使うこと。円柱の、まあ経を変えること。それと、あのランダムな配置をすること。 それによって、えっ、ー、とまあ方向性の拡散もあります。時間的にも、えっ、ー、とバラバラになります。それと、えっ、ー、と太さを変えることによって広い周波数をカバーするような拡散が可能です。うん、直接音がそのように際立つところがあります。うん、それが明瞭度の良さにつながっています。うん、まあサラウンドにした場合もですね、やっぱりあの一個一個 各チャンネルの音が非常に明快になるということとやっぱり繋がりも良くなるというところがあります今回はどうしてもストリングスでやっぱり広域が伸びないと倍音が伸びないとやっぱりストリングスという感じにはならないというのがありますのでちょっと広域を伸ばすような形でちょっとまあ悪類的なもので高域を伸ばすということをさせてもらってます やっぱりその音そのものがやっぱり取れるっていう収録できるとがあってやっぱりリアルであるそれともう一つ自然であるそれはサラウンドだからっていうところがあると思いますけど、まあ、そういった録音になるかなとまたこれがあの完成した時にまたそれが楽しみですねどんな音になってるか。とにかく前例がないものが特に多いのでやっぱり心理的プレッシャーもあり,もありますしその。 なんでなかったかっていうと技術的に非常に難しいこととか多いんですね演奏の面とかアレンジの面とかってそういうのがそういうのを乗り越えるのがなかなか大変でしたねはね、い。音楽家っていうのはやっぱりこう慣例とか慣習に従わないとまあ生きていけない生き物なんですがそういった発想をこう取っ払ってくれるっていうのがあってこの音楽家だけでは絶対あの想像がつかないよ想像 がつかないようなこう楽器編成だったり音楽家とは違った視点でこう音楽を考えていて音楽を作っていけるのですごいものすごい毎回新鮮なあの感覚を持っていますすごい非常に楽しくやらせてもらっています反面大変な面もありますけど、はい、後ろはコンバスここがビオラ・ソロ<う> はい、えー、それではテイクアンです。どうぞ。はいえー、6作目で、えー、機材をオールバッテリーで給電をするっていうシステムを取り入れたことになります。えー、もともとそのバッテリーで機材をドライブするといい音がするんだっていうのは、まあ、オーディオマニアの方の間ではまあ、通説といいますかね。 まあこういうモニタールームでまず最初の音が出た瞬間ねもういた人みんながねあっと驚いたんですよね全くの静寂の中から突然音楽がボーンとこう出てくるっていうねその静寂さっていうかねまあ技術的には SN の良さっていうようなところになるんですがどまあそれから出てきた音の解像度の高さえそういうものを がもうこんなちっちゃなスピーカーからでもすごくよく出たのでああやっぱりバッテリードライブのこの威力っていうのはすごいんだなっていうのをまあそこで初めて実感をしたわけですね。えっとオーディオ的にはですねバッテリーっていうのは非常にノイズが少ないとまず言われてるんですけどその一つの原因としてはやはり外からのですねいろいろな電源いわゆる AC 電源から入ってくるものを遮断することができるわけですですから外来ノイズというものが電源からは入ってこないというのがまあ基本的なノイズ対策としてのメリットもう一つ大きなです、ね、オーディオ的な面としては音質的な面ですバッテリーっていうのは実は内部抵抗が非常に低いあの要するにレギュレーションがいいということですね。それがやはりあの壁コンセンセトの 電源よりもやはりバッテリーの方が音が良くなるという一つの原因があります。今回あの使われたですねバッテリー電源というのはかなり大型で長時間持つものですからその音質的にも非常に良い,いですね素質を持っているということがここ2回ぐらいやった結果ははっきり分かりました。こういう大規模なレコーディングでたくさんの機材をバッテリーでドライブするとなると。 やはり容量もでかくてなおかつ長時間給電をバッテリーからしなきゃいけないという製品がなかなかなかったというのが現状だったんですよね。バッテリーでドライブして給電してあげるということでよりノイズの少ないクリーンな電源を使えるんじゃないかなというふうに思ってますのでこういったバッテリードライブの今後っていうのは 我々も大いに期待をしているところです。